はい、キラケーです、えー、相変わらず八丈島からお送りしますおっさんの雑談にお付き合いくださいと、えー、今日は小さめのインバータの紹介です 200W オーカーパワーインバータって書いてますけどこいつの紹介をまあたた, <laughs> た,たたたたたたた雑談とともにお送りするとで、えー、メーカー名はあ何だか分かりません、えー、中華メーカーですえー、まあ、仮に、えー、仮にじゃねえつ LSD と <laughs> LSD とししておきましょうでこのメーカーのインバーターはねあのもう2年ぐらいに経つかな2年は経ってないか、まあ、使ってますこれの旧モデル旧型をねずっと使ってまして、えー、私が新座に住んでた時はもちろんですけど今,今家族は新座に住んでて私だけ八丈島に住んでるんですけど、まあ、常時ね新座のうちでは使ってますよというのも 200W のソーラーパネルに繋がったバッテリーにこれが繋がってると、まあ、そんな構成で でまあそんな長期にわたってね壊れないで使えてるからまあいいやいいんじゃないかなって八丈島用にも欲しいなと思って注文しようと思ったら新型があるんだで、えー、こいつを <laughs> 買ったのでちょっと開封をしていきます取扱説明書ちゃんと日本語で書かれておりますで旧モデルと C モデルの違いとかね、えー、機能についてもちょっとね、えー、触れていくんですけど本体はあれなんか 新型の方が分かんないなちょっと残念ながらねここに旧型がないので比べまなんかこっちを軽いかもしんないなで、えー、変わったところはあのポートが変わりました旧型は4つ4つともタイプ A だったんですけど新型はタイプ C が時代ですね、えー、ついております であとはあのこのシガーのね口がね、えー、変わったんですよここが開くんですよつまりアクセサリーソケットにこれぶっ刺しても塞がないここにね、えー、またあつなげられるんでこれをつ,つ,つけることによってアクセサリーソケットを塞いでしまうことが防げるという商品でございますとで、えー、ここにちっちゃいファンがついてますけど まあ、あの、USB だけ使ってるときは、あのー、ファン回ることないんですけど、これ 100V、AC、AC をね、使うと、ファンが回って、えー、まあ、温度によってですけどね。まあ、ちょっと繋なぎみましょうか。で、繋ぐのはバッテリーではなくて、ちょっと、また、今は PS5B にね、繋いでみますけど、で、これいいところはどこか、お、なんだこれ。<laughs> ちょっとこれはいいところじゃないかもしれないなあの、派手だな。まあ、わかんない。この、この青。 <laughs> あれ旧モデルってこんなの,なかったよあのあ気に入る人は気に入る <laughs> 俺は別にいいかな。で、えー、スイッチがね旧モデルはパチッパチッって普通のスイッチだったんですけどこれはなんかあのこの何て言うかねこの電子スイッチというかねこういうスイッチですね私は通常のねあのメカニカルなパチンパチンの方が好きなんですけど。 で、今、ここに数字が出てますよね。いいところは、あの、情報が出る、出るんですよ、これ。旧モデルでもそうなんですけど、ここにあの電圧が、つながっているバッテリーの電圧が出ます。で、ここに負荷をつなぐと、負荷の電流値が出ます。で、この、あとスイッチはね、多分お、おの機能、昨日説明書読んでないから、想像でしかないんですけど、あの、旧モデルは、このパチパチというスイッチは、あくまで AC 側のスイッチで、 この DC 側については何のスイッチもないという、そういう作りだったんですね。まあ、まあ、まあ、じゃあ、じゃあタイプ A がせっかくあるんで、タイプ A に、えー、タイプ A じゃねえや、タイプ C が <laughs>、<laughs> 日本語の不自由な人みたいで、<laughs> えー、タイプ C を繋いでみますね。<laughs> で、そうすると、よいしょ。充電が開始されて、えー、充電中、充電中、 変わらないね。んなんか、コスト変わるのかな変わらないね。え、なんて答えだね。え、嘘え、出力容量が小さいからもうこ個ついてみようか。うん、旧型の方がいいじゃん。<laughs> よいしょ。じゃあ、こうタイプ A のポートにえ、モバイルバッテリーをつないでみましょうか。よいしょ。 あ,あれ何マジかよ。これ長押しすると変わるとか。変わんねえな、おい。なんかボタンがあるとか。ないじゃん。衝撃的じゃないの、おで、あの、Q モデルはここにね、これ2アンペアとかね、1.4アンペアとかね、まあ0.2アンペア刻みなんですけど、こう出力が出たんだよね、ここは表示切り替わったんだよ。 それがね、すごいお気に入りだったんだけど <laughs>、新型についてはそういう機能ないんだね、これ。常に、えー、ここは、ああの電流値が出るんだね。あ、電流値でね、あの、メインバッテリーの電圧がここに表示されると。じゃここにじゃあ 100V の負荷をちょっと繋いでみようかな。そうするとなんか表示変わるかもしれないね。ちょっと、物を探してみようか。はい、準備してきました。40W のミニマット、電気座布団ですね。これを、 これをつなぎまして、よいしょ。あ、これ見にくいな、こっちだと。つなぎまして、あれあれつないだ瞬間に切れましてえ、え、e、?E19 って出てるね。あの、えー PS5B のここに E19 ってエラーが出てますけど <laughs> どういうことやねんちょっともう一回には初期不良品ですかもしかしてはいえー、ちょっとつないでみましたがこの時はあ怖いなちょっとちょっとちょっと抜いとこうかちょっと抜いときますね <laughs> はい これ何にもない無負荷です。あの電気座布団スイッチ入ってますねこれでこれを繋ぐとあ何も大丈夫だね。はい。でこれでオン。インバーターオンね。でこれで電気座布団オン。<laughs> 大丈夫だね。で、えー、今あの PS5B のこれね PS5B の方にあの電流電流系じゃねえやあの。 消費電力が分かるようになってるんで、今ね、55ワット消費されてます。はい。まあ、40ワットの電気座布団なんで、まあ、問題ないですね。なんだったんだろうね、さっき。で、結論としてはこれ何の <laughs>、これやっぱり電圧だけですね。電圧系になって、旧モデルの方がいいじゃんよ。っていう <laughs>。旧モデルの方が安いし。 なんでだか別にさ、ここがタイプ C じゃなくてもいいしさ、ちゅうことで、がっかり、がっかり。で、なんでこれを買ったかっていう話に、まあまた、あの、まあ、雑談ついでというか、あのー、なってくるんですけど、アイミーブ、八丈までね、アイミーブに乗ってるんですけど、アイミーブのバッテリー、走行用バッテリーは3 5 0トもございます。で ええー、まあ、そこからね、あのー、AC100V を 1500W 取り出すインバータを持ってるんですよ。m ー v パワーボックスっていう、でかくてね、重くて軌道がめんどくさいやつも持ってるんですけど、おめんどくさいと。<laughs> で、えー、実はね、i m ー v っていうのはサブバッテリー、12V のサブバッテリーも積んでて、その 12V のサブバッテリーっていうのは 350V のメインバッテリーから電力を供給してるんですね。まあ、充電されるんですそこから。 ってことは、あの、アイミーブのアクセサリーソケットから電力を取り出すと、取り出す分においてはあゆく、なんていうかな、ゆくゆくはメインバッテリーから電力を取り出してることっていうことになるんで、まあ、長持ち。小容量のこうインバーターだったら、より長持ちするし、あの、扱いが楽ということで買いました。で、これで何を動かしたいかっていうと、まあ、あれですよ。あの、スターリンクですよ。スターリンク。 有事の際ね、まあ、今回ねあの、えー、地震でスターリンクがあ、ね、供給されて350台でしたっけなんか供給されて使われてるってありますけど使われてるんだか使うんだかありますけど、まあ、うちにも、ね、スターリンクついてるんで、まあまあまあ、もしもの際にはあ,あれに電力を供給して、えー、なんとかね、えー、お役に立ちたいというふうに思っておりますんで、えー、準備してみたということで。 実際にこれでスターリンクを動かしてみましょう。と、はいうことで我が家のスターリンクで使ってみます。でアイミーブの方の接続なんですがあここにアクセサリーソケットがありまして、えー、でアクセサリーソケットの根元というかねこれまあさっきも説明しましたけどこ口のね、えー、後ろが開いてるんで別のものをつなぐこともできると。 いう構造になってますただしですね、あの、アイミーブは120ワットまでです。あの、アクセサリーソケットってね、使える電力が決まってまして、まあ、それ以上使うとヒューズが切れるということで、例えば今回使う、う使ってるこのインバーターは200ワットなんですよ。200ワットまで出せますよというインバーターなんですけど、200ワット出すとヒューズ切れます。<laughs> 使えなくなってしまうんで、 1 2 0トぐらいまでにとどめておいた方がいいです。まあ、ここのね、1 0 0トにつなぐとか、あと、ここのね、えー直、直流のところに USB のなんかつなぐ場合も、両方合わせて1 2 0トまでにしておいてください。まあ、このね、あの商品によっては2 0 0トこれは2 0 0トなんですけど、まあ、それ以上の商品も売られてるんですけど、それはあくまでも、 インバーターの性能であってねアクセサリーソケットからそれで使っていいということでもないのでバッテリー直付けすればねそこまで使えるんですけどバッテリー直付けするにはこういったね別でこういった商品を準備してやらないとダメですねそれからあとあのこういった安いインバーターって疑似制限波というかね修正制限波なんですよですから商用電力と同じ制限波ではないので電化製品によっては使えないもの も出てきますし、それから、まあ場合によってはその電化製品を壊してしまう場合もあるんで、使用には注意が必要です。えー、ちなみにスターリンクは大丈夫でした。このね、この機械においては大丈夫です。で、スターリンクなんですけど、あのー、つないでね、電源を入れたらすぐ使えるというものでもないんですね。衛星を捉える機械なんで、電源を入れてから、まあ今回はね、数分で使えるようになりましたけど、まあ長い場合は15分ぐらいかかりますから、使用する際には、 あ十分余裕を持って、えー、セットアップするといいと思います。まあ、ご覧のようにオンラインになってますね。であと一つ、まあ、設定の中に、えー、融雪の機能があ,あるんですね。融雪、雪を溶かす機能があるんですけど、まあ、こういったあ小さいインバータで使うときは、この融雪機能、まあ、今はオンになった、あの、自動のままですけどね、あの、 オフにして使った方がいいいと思います今ここ八丈島なんでね、雪降りませんので、そ,そんな気温も下がりませんので、ヒーターはオフに、オフというかね、まあ、自動のままですけど、ここは振っといた方がいいと思います。なところかな。えー、以上、ら系があ小型のインバーターをアイミー部につないで、えー、スタリンクを動かしてみるというリポートでした。以上です。